ハートありがとう。わざわざショールーム見れるの嬉しい。ありがとう。今日はちょっと早めに。はい。ありがとう。だるま。クラッカーありがとう。はちみつピザ食べたいって言ってたし、食べれてよかった。ね。そうなの。食べたいって言ってた。そしたらさ、今日あったから。食べました。美味しかった。他にもね、いろんなもの食べて。幸せ。なんか久しぶりに外に出たというか、久しぶりに外食をしたから、すごい楽しかったです。こんばんは。ハートありがとう。一週間ぐらいだね。いいよね、岩手で。ありがとう、ハート。ケーキはね、食べましたよ。あのケーキ。本当に緊張する明日は。どうする？ありがとう、ハート。みんなさ、生誕ドリンク見た？結構さ、いいネーミングだと思ったんだけど、あんまり誰もさ、それに触れてなくてさ、恥ずかしかったじゃん。めっちゃ良くない？いいと思ったんだけどな。ありがとう、ハート。ありがとう、ハート。飾り付けほんとかわいい。かわいいよね。ちょっとね、こんな感じでね、おーって感じで大きいリボンまで、はい、あってすごい。ありがとう、ハート。明日のセンターさん行きます。ありがとう、嬉しい。ハートありがとう。バラありがとう。ハートありがとう。なんか明日見てるだけなのに、すでに緊張してるし、緊張でお腹痛い。やばいよ、あんつだって今から緊張してんだから、もうどうすんのよ。やばいよ、ほんとにどうしよう。ほんとにどうしよう。もう明日早すぎてびっくりしちゃった。ありがとう、ハート。今日もとてもブリッジありがとう。ありがとう、ハート。遊びに来たよ、ようこそ。セッターさん外れたので DMM 最前楽しみにしてます。わ、見ててね、見ててね。まだ誕生日ってことで、そういうことで。そう、やばいのスピーチありがとう。さあ、明日までよね、全然誕生日行かせてもらいます。はい。明日の生誕祭のため名古屋に来てるの。ようこそ名古屋。ようこそ。嬉しい、楽しもうね。やばい、緊張する。なんかさ、生誕祭行きますってこう言われるじゃん、いっぱい。あ、この人来てくれるんだとか考えると緊張しちゃうよね。いや、緊張するよね。ありがとう、ハート。ありがとう。ありがとう、サイリウム。ありがとう。そう、これね、誕生日プレゼントにもらって、このピアスめっちゃ可愛くて、今日早速つけました。見えないね、可愛いでしょ。同期にもプレゼントをいっぱいもらって嬉しい、本当に嬉しい。どうしよう、明日髪型いっぱい候補あるんですけど、何にしようかな。ありがとう、サイリウム。ハートもありがとう。意外にアンズめっちゃ良くない？
なんか説明しますと、あの一番上にちょびっとだけねアンズジャムが乗ってて、なんかそれが結構さりげなくて、でも結構なんだろう、味はちゃんと伝わってくるというか、だから意外にアンズってつけたんですけど、なんかそんなそんな触れられることなくって感じで、ちょっと恥ずかしかったんで、あの今からでも間に合うんで、なんか言っといてください、皆さんお願いします。そう、豪華で美味しそうでしょ。そう、明日からではないの、生誕ドリンク27からなので、皆さんあの観覧車も乗っていただいて、ドリンクを飲んでいただいて、去年もねドリンクと同じ時期だったよね。シュワシュワブドブド、まだ覚えてる。シュワシュワブドブドにちょっとねブドブドね、多分ずっと使ってたから今回も使おうかなと思ったんですけど、ちょっとね、はい、まさかのねマンゴーを入れていただいたので、そう、ありがとうサイリウム。脳内で曲流れてよかったよかった、ありがとうハート。エリさん、いいネーミング、ありがとう。そう思ってくれてたならよかった。ネーミングセンス私かと思った。え、マジ？そう、そこに触れてほしかったの。めっちゃいいじゃんって、それ。言ってほしかったの。ありがとう、ハート。ありがとう。触れるべきか迷って触れなかった。触れてほしい、めちゃくちゃ。ありがとう、ハート。そう、触れてほしかったよ。ねえ。ありがとう、ハート。天井高くない一般的な部屋です、ありがとうハート、ありがとうハート。明日生誕さん行くよ、やったー、緊張するあかんあかん、緊張、ちょっと明日生誕祭って書いとこう。今日同期にもみんなに頑張ってねって言われて、緊張するってなってた。ありがとうハート。え、ケーキありがとうね、嬉しい。トレードなんて方教えてください願う願うです。そう、トレードもね出てるみたいなので、皆さんぜひ。公演自体はさ、まず久しぶりだからさ、まず緊張するじゃん。優勝ありがとう、ハートありがとう。やばい、ドキドキしてきた。みんなどうやって生誕祭を迎えてるんだろう。生誕祭 DMM でも見るの初めてやからめっちゃ楽しみ、見ててね。そう、2回目だからな、何回も言うけど分かんないの、全然初心者すぎて分かんない。ありがとうハート。久しぶりになっちゃったけど何とか間に合わせます。待ってるね、あとありがとう、お呼ばれしたので行くね、待ってるよ。みんなに会うの、そう、久しぶりで、それもまず緊張するしって感じで、スピーチめっちゃ楽しみにしてます、ありがとう。どうしよう、そうですね、まあ、思ったことを言うのが一番いいかなって思うんですけど、まあ、言いたいことは、まあ、たくさんある、たくさんあるんですけど、なんかそれをうまく喋れないんですよね、アンズって。いや本当に詰まっちゃうの、アンズ詰まっちゃうんだよね、なんかスラスラ喋れなくてあのハキハキしてるっては言われるんですけど、スラスラ言葉が出てこなくて、ちょっとね練習しておきます。いや、ファンでめちゃくちゃ緊張するで、ありがとうハート。ありがとうハート。配信のためにお化粧してくれるの、うん、今日はねお出かけしてました、休みの日だから。そう、今日だけだった本当に。また明日からリハやってから生誕祭があるので、本当にこんな大変な時期にねメンバーの方に出ていただくので、はい、あの皆さん、あの何ですかね、たくさん盛り上げてくださったら嬉しいなと思います。ありがとうハート。
ありがとう、ハート。やばい、どんどんスピーチのハードルが上がっていく。明日行きます、関東から行くので。今準備してるところです。そうなの、名古屋で待ってるね。嬉しい、ハートありがとう。バラありがとう。結婚してしようね。ねえどうする？ねえどうしよう。ありがとう、ハート。カルテットスター良すぎて電車の中泣きそうなんで、わかる、やばくない？あの誕生の瞬間を見れたのがすごく嬉しい。やばい、しかも曲が良すぎる。ありがとう、ハート。おめでとう、ありがとう、ハート、ありがとう。そしたら家事券でお昼ご飯してからセーターサイクル、めっちゃスペシャル、スペシャルじゃない、めちゃくちゃいいルートですね。それはいいね。どの席なのか緊張して、お、見てないの、まだまだ出てないの。そう、祝日開催だからね、わかんない、祝日都合悪い方もいるかもしれないんですけど、多分大半の方はあの、なんだろう、休みの人の方が多いのかな、わかんないけど。ありがとう、ハート。来年のセーターさん当たるために少しでも得を積もうと思ってゴミ拾いでもしようか。えらい、それきっといいことにつながるよ。ありがとう、ハート。誰もありがとう。公演アーカイブで見て予習してたよ、かわいい。どんな感じかなって嬉しい。アンズもしっかりねアーカイブ確認して、この前よりもいいパフォーマンスができるように頑張れます。やばい、マジ緊張してきた。まあ、みんなが見てると思ったら逆にね、逆に安心してできる、それもありますよね。アンズのことが大好きなニャンズがいるって思ったら頑張れるかもしれない、頑張れるというか安心できるかもしれない。ありがとう、ハート、ありがとうございます。可愛いでしょ、めっちゃ可愛いんですよ。でね、リーナもねピアスくれて嬉しい、嬉しいですね。アンズはそんなね、まだ持ってないから嬉しい。ありがとう、ハート。明日の声盛り上がりましょう、盛り上がろうね。え、本当にどうしよう、髪型ねいっぱいやりたいなって、でもちょっとまだ決めれてなくて。そう、ネーミングセンス鍛えないと。めっちゃいいやろあれ、他にある、どう、めっちゃ良くない、意外にマンゴー、アンズ、ブドウ、ブドウでアンズ要素詰め込まれてすごい。そうでしょ、そうでしょ。わかる、ありがとう、レインボースターハート、ありがとう。カナシャのラッピングも27だからだと思うよ。そう、ありがとう、ハートもありがとう、マリありがとう、結婚してしようね。アゲありがとう、ギャルいる。ハートありがとう。ブドムの7杯目のコースター地引きを思い出すそうじゃん。たくさん飲んでくれてたよね。意外にアンズとかで言ってそうじゃん。確かに言ってそうや。じゃ同じやな。そう、マンゴーね、あの大村さんが好きだと聞いて入れてみましたって言われて、好きですってすごい知ってくださってて嬉しかった。しっくりきすぎてあえて触れんかった。あ、そういうことで、ね、そっちね、よかった。え、なんそんな、そんな、スルーしないでよみんな、ありがとう。だるま、9月誕生日メンバー多いからコースター切る、確かにそうだね、確率が多くなっちゃうのか。パワーください、パワー、アンドのコースター当たりますように、パワー、ありがとう。だるま、緊張して寝れなかった、やめて、大丈夫。今日はね早くショールームしてみんなとね高め合って、そして明日 は朝が早いので、もう今日はね、今日の夜はいろいろ準備をしていろいろ考えていろいろ練習をしてから臨みたいと思います。なんで、まあ、目標はちょっとリアルにね、何時に寝るかはちょっとね、みんなの前でね、みんなと約束することでね、あんた絶対に守らなきゃいけなくなるから、どうしようかな。どうしようかな。1時には寝たいですね。1時には寝たい。
けるかな。いや無理だな、絶対無理。1時半、いや無理なんだよな最低でも2時、最低でも、はい、最低だね。ありがとうハート、睡眠は大事ですから。2時はめちゃくちゃ早い方、1時で、じゃあ1時半、1時半目標でいきましょう。1時半、ありがとう。タコちゃんとかたくさんありがとうね。天使クマちゃんもありがとう。え、待って、なんか来た、ハートありがとう。バラもありがとうね。明日楽しみにしてるね。アンズも、緊張してきた待って、アンズエクスプロージョン歌えるかな。ラブラブラミドゥ、そう、リハやってからなんですよ明日。だから本当に私はね、もちろん何、私はもう何も言えない。この日に生誕祭をやっていただいたから、でももう出るメンバーさん本当に大変だと思うし、メンバー多分今日しか休みないと思うんですよ。それもまだずっとリハだったから、だから本当にね、皆さんコールとかで盛り上げてくださったら嬉しいです。シークレットレンズがピンチなんだもん、それな。でも結果的にはきっといい結末が待ってます。あ、吉野明、くまちゃんタワー、ありがとう。すごい、今日水色だからこれ、水色くまちゃんってことありがとう、嬉しい。で、ありがとうね、やった、ありがとう、ハタありがとう。お、エスカワー見てくれたの、出会いがしら、うん、大丈夫かな、いろいろ心配になってきた。最近歌ってないからさ、あんまりちょっと歌も練習しとくね。待って、ハンズ今どこまで読んだんだ。自分のペースでいい、優しいね、みんな全員味方なので大丈夫、優しい、安心できる結婚してしようね、ありがとう、みんな優しいね、分かった、安心して喋る、ありがとうハート、見守っててね配信でも。あ、明日は5時開演です。そうなんです、早いですよ皆さん。で、あ、いいがしろ、フィーリングユー、ありがとう、クラッカーハートもありがとう。だからビビドキだな、ありがとう、サイリウム、ありがとう注文するときは大村さんお願いします、通じると思うよ結婚してしようね、サイリウムありがとう、ケーキもありがとう、ありがとうねー。心拍数で挨拶いきます。やったー、待ってるねお昼寝したのと勉強やらな、な、やらやること多くて寝れない予感だけど、あんた早く寝て、みんなもね頑張るけど。あ、ありがとうミラボ、ハートありがとう、サイリウムありがとう。一時はセーフだもん、全然今日じゃん、もうそんな、ありがとうハート。あの簡単な振りが あるんですよ、心拍数に。皆さん見ていただきましたか、クリエイトボーイさんが載せてるので、そちらの TikTok も見てください、ぜひ。心拍数こういう感じのやつでやってるので、心拍数、まあ私はまだちょっとやってないんですけど、上がってるので見てください、ありがとうハート。で、あ、いいがしろ、フィーリングユー、ええ声出す練習してみます、えらいですね、楽しみにします明日、耳すましときますね。優勝ありがとう。アップルウォッチ欲しいと思ったことありますか。ありますけれども、私それより新しい iPhone が欲しいです
あのピンクがあるんでしょう、今出てるやつ。ピンク可愛いなと、はい、思ってます。サイリウムの電池を充電中です。お、ありがとうございますね。ぜひ私のサイリウム振っていただけると嬉しいです。私のサイリウムはですね、紫3本です。本当に大変なんですけど、皆さん3本ね、改めて大変だと思うんですけれども、あのぜひ振っていただければなと思います。はい、お願いします。ハスキーだった、そう、ラブラブラビドゥ、いつもかっこいい、かっこいいというか地声に近い声で歌うか、もう自分じゃない可愛い声で歌うかっていうのをすごい毎日ね葛藤しながらやってるんですけど、毎回どっちがいいんだろうリハでね、どっちも試すんですけど、どっちもちょっとあんましっくりきてなくて、自分でで結局間、その間を取ってやっちゃうんですよね。難しいの、本当に難しいと思う。なんか本当に難しい、表しようがないくらい難しい。他の人がやったらどうなるのかとか見てみたい。ありがとう、ハート。最近来てなかったので、そうだよね、待ってたよ。ありがとうね、くまちゃん、ハートありがとう。仕事のお茶なんだ、アーカイブ頼みで見ててね、アーカイブでも。ありがとう。なんかすごいヒラヒラしてる。ありがとう、バラ。ありがとうございます。順調側。ありがとう、ハート。眺めるだけでいいよ。今まだ早いの。遅刻したらごめんなさい、全然待ってますよ、気長に。ハートありがとう。ミラボありがとう。脈拍、そう、脈拍ダンスなんですよ、今回の鼓楽心拍数のダンスを脈拍ダンスという風、心拍数なので覚えておいてください。明日お見送りに変な人来るかも、だから対応したけど大丈夫かな、それは。 DMM の画面越しでしか見れなかったエクスプロージョン生の見る、明日がってことだよね。そうだよね、頑張るね。ちょっとね、今日はいっぱい喋ったから、まあ、明日起きたらきっともっと潤ってると思うので、喉がね。そう、クレイトさんのもう見てください、本家、本家なので見て、あの見てください。最近謎に心拍数高くてアプローチから計、ここやばくない、それ大丈夫そう、骨格心拍数だからじゃない、それ謎のこと好きすぎなんだ。ありがとう、ハート。そう、振りコピしてね、みんな。ミューフィーはね、ちょっとどんな感じになるかわかんないんですけど、まあ、ミューフィーのぜひ。ありがとう、ハート。ね、ピンクあるよね。愛するビート、振りに合わせた替え歌もしれない、わかる、天才だと思う、本当に。月が巡るよ、愛しさと切なさ、つながっている。ありがとう、だるま。ありがとう、ハート。本当に変えたくて。え、紫あんの？白にしようかと思ったけど、あんたがピンクだ、ピンクもありかな。どうしよう、めっちゃ迷ってるし、別に変える予定もないんですけど、でもこの忙しい9月が終わったら変えたいなと。ケーキありがとう、ラブレターありがとう、ハートありがとう。結婚してしようね。昨のコスター与えるためにアンズドリンク飲みまくってよろしいか。アンズ飲んでね、アズサクだからしっかりアンズ飲むゲットしてね、ハートありがとう。紫2本いなくなったから2本にするすることできるよ。あ、そうなの、2本いなくなったの。あー、そういうこと、どういうことなくなっちゃったってこと。ありがとう、ハート。
クスプロージョンの前にバズルームチェンジするの確かに。ありがとうハート。あ、そういうことね、変えたからサイリウムカラーをってことよね。いやでも私は紫三文でいきたいと思います、すいませんがみんな本当にごめんなんですけど、私はちょっと帰る予定は今のところないですね。なのですごく大変だなって思うんですけども、振ってくれたら嬉しいです。ありがとうハート。 I feel feeling you。 いや踊りながらやるのがね難しいだよね。ありがとうダルマ、ありがとう。ズーちゃんどういうこと、ありがとうだるま、ありがとう。レインボースターありがとう。蝶ネクタイ作ってみようかな、かわいいよねあれ。ありがとうハート。サイリもありがとう。シンバックスのフレアイホルドに似てるとこある、ある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 の。クリエイターさんの色がちょっとね出てて好きです。私はどちらも。サイリもありがとう。純情が良すぎて毎日見てます、ありがとう。アンズも毎日見てます。良すぎなんだよね自分のパートだったな。どこだろうな、愛想がないように見えてると知ったら暖かく拒絶されてのとこですね。傷つきたくないからが好きですね。キスをされたらもういいよね。愛してるありがとう、ハートありがとう。ネイルキラキラも持ちました、なんとか。紫ネイル今日まで、違う明日までいけそうです。そう結構ね伸びて終わっちゃうかなと思ったけどいけた。眺めるだけでいいよ、そうドア叩いてるやつ。ありがとうだるま、ハートありがとう。黒白ピンク緑青、あーそういう感じね。もう今黒だからピンクかな、やっぱピンクじゃないやっぱピンクが欲しいなーと、はい思いますね。明日の生誕祭外れちゃったから劇場でモニカンするね、え待ってるね、ハートありがとう。初見さんにあんずになった、ありがとう、ありがとうハート。レインボースターもありがとう。明日ご連勤なさなので配信だけど生誕祭楽しみに頑張ろう。ありがとうバラ、ありがとう。誕生日おめでとう、ハッピーバースデーのやつありがとう、ありがとうございます、ありがとう。守りたいこの映画、ありがとう。初見さんハートありがとう。明日お会いしに行きます、ありがとう。楽しみだな、楽しみだな。出張がわー言ってみれたんだけど良すぎてないよかった。眺めるだけでいいのばっか歌っちゃうんだよね。ね花の見たよアンズも、ありがとうハート。アンズさんのレッスンギフ衣装はどんな感じだった、あの MV のやつだよね。それめっちゃすごくて、あのそう一回着てたのね、前日撮影の前日ぐらいかな、そう前日ぐらいに決めて、なんかね古着みたいなやつ、
なんかタンクトップだったんですよ、ほんず。ま、わんぱく坊主みたいな格好で、ね、結構ほんずめっちゃ気に入ってて、タンクトップに、なんかグレー系かな、ちょっと覚えてないんだけど、そこまで。結構ね、テロテロ系のタンクトップに、ダボダボ系のズボンに、アディダスかなの真っ赤のジャージを腰に巻いて、でキャップをかぶるっていう、マジで見たことないような自分がいて、本当にお気に入りだったの。見せたかった。多分もう着る時ないのかもしれないけど、めっちゃ楽しみにしてて、それ着れるの。あ、思い出したくないけど、ちょっとちょっと着たいですね。また好きな振り付けあるんですけど、今度東海で話す。え、それぜひ教えて。ありがとう、だるま、旗ありがとう。イエス、おー、されたなー、あざとかった、ほんと恥ずかしい、ありがとう、ハト。ニルミさんが生誕スピーチ新しすぎ、ありがとう、ハト。じゃあ生誕祭ハリーを楽しみ、楽しみ。明日の生誕祭向かう準備終わった、今から、あ、今夜から向かうよ、気をつけてね、名古屋で待ってるよ、ハト、ありがとう。喉大丈夫だよ。そんなに、めっちゃ治ったと思ってんだけど、あんつ、普通のあんまり息をつかまずに喋るとこうなっちゃうんですけど、普通に大声で喋ったら大丈夫なんです。はい、大丈夫、全然出ます。そう、タンクトップだったんですよ。でダボダボズボンに、そのジャージが乾くて、めっちゃ真っ赤でダボダボ、それもめっちゃでかくて、全部オーバーサイズで、でキャップかぶってるスタイルだったんですよ。見たいでしょ見たいでしょ、もう一回行きたい。ありがとう、ハート。写真ないんですよ、フィッティングだけしただけだから、撮影できてないから。アンズ、ありがとう、ハート。そう、着るだけ着てって感じで、ありがとう、ハート。天使のクマちゃん、ありがとう。明日はいけないけど DM で応援してます、待ってます、見ててね。明日アンズリアンの緊張してきたくん、アンズもだるま、ありがとう、ハート、ありがとう。そう、珍しいから来たかった、ありがとう、ハート。特定の写真にもないと思う、撮ってないから。そのフィッティング、撮影前のフィッティング以外できてなくて、そうで、あの表題曲のシルバーの衣装もその時に一緒に着てて、着てレッスンをしてたら顔色がやばいってなって大村の顔色がやばいってなって帰りました。ありがとう、サイリウム、旗ありがとう、だるま、ありがとう、バラもありがとう、だこさん。赤いジャージめっちゃ可愛かった、欲しかった。まだ正直いけるいかなと思ったけど、今考えたらあそこでやめといてというか、うん、やめといてよかった。あ、全然気にしないで。ねえ、いつか着れるといいね。ダンプラもね、上がったら見てください。ダンスプラクティス、待ってる、待っててね。ありがとう、だるま。隣に変な人いる、どういうこと。ありがとう、ハート。
今何分かちょっと見ていい？36。あとあんた何分から始めた？9時か。ありがとうハート。推しカメラみたいにできるから好きですね。やってくれるよねみんな。これからあんたのいるし告白心拍数たくさんいろんなそこで見れるんでしょ。楽しみすぎ。イエイ。あんたもその気持ち。ハートありがとう。みんなダンスプラクティス好きなんだ。こちらの話です。怖すぎ。ありがとう、ハート。レインボースターありがとう。マリ、ありがとう。ポジション神で？今回のシングルではそうですね。神手です。ありがとうハート。確かにね、追いかけれるからね、定点だから。ありがとうハート。ね、初披露も楽しみにしててください。お楽しみに。それでは壇上を読めます。ありがとうハート。だからずっと見ててね、きっと前よりも映ってると思うので見てください。ありがとう。はい、読みます。13位、アンズ大好きウイロー君ありがとう。12位、クボッチありがとう。11位リカオンありがとう。10位、ドモチンありがとう。9位、トシありがとう。8位、リバータウンありがとう。待って、合ってるか。7位、コウちゃんありがとう。6位、ジェフ長官ありがとう。5位、ココナの星の卵様ありがとう。4位ナルタンありがとう。3位大江ありがとう。2位夢ありがとう。1位吉田明ありがとう。ありがとうございます。ありがとうハート。くるみに一途ちゃんのサクラブの人ややこしすぎ。ありがとうハート。アンズ要素ないし。それ大丈夫そう。緊張したりとか配信ありがとうくんでした。いえいえ、何度も楽しみにしてます。少し手前の方で見えることを願う。アンズも願ってるよ。早く寝るよ。頑張るね。うん、配信終わりない。ああ終わっちゃう、ごめんね。お疲れ様。ただ見に行くだけなら緊張してきた。あんずもめっちゃ緊張してる。ちなみにね、ありがとうハート。あんずしょろめらないと油断してたんだ。今日もお疲れ様みんな。また会いましょう明日。早く寝ようね、お互いね。スクショタイムしとくか。これね、この前ゲットしたクロミさん。かわいいでしょ。それではまた会いましょう。クロミさんたちもね、まだ見守ってくれてるから。同じ顔しよう。おやすみ。
笑ってる。